忘れ物なし。とにかく動きましょう。伊達の峠、12時35分。左に太陽があるとちょっとカーブして北東方向、分岐したようなこっちですよね。植林の道、回路が役に立ってます。こっから上り、薄暗い植林、峰ピークからまた下ります。土道で足が助かってます。岩の横を降りました。日が差し込んでます。ここも峰のピーク。あそこは木が倒れてるんですね。綺麗な道です。麓の方見えます。線路が見えてるかな。あれはゴルフ場。山の上は霧です。倉滝山の方、急です。キノコ、道標です。現在立野峠、椎茸みたいなキノコ、浜沢への道、寺下峠への道、柳川駅1時間10分下山してから誰にも出会ってません。右の斜面は急です。黄色い葉っぱ、折れ曲がりながら降りています。水場があるのかな。違うみたいですね。明るい谷、水場があるのかと思ったんですがね。もう一つ向こうが流れてるんかな。こっちは山道、角張った石がゴロゴロ。あそこにベンチがあります。案内、水が流れてます。ここが水場でした。13時17分、柳川駅に向かってます。石道は体力使います。上ほどは寒くないです。まだ標高が600メートル超えてます。スマホ 15% になって山ップ終了。青く見える石、ここを渡ります。水は残り1リットルだけどザックが重い。見事な大木、名前書いてませんね。久しぶりに関東百名山を味わってます。怪獣だ。落ち葉の季節、 U ターンして川沿いへ。こっちでいいのかな。大きな木が倒れてます。
ここを渡るんだ。青空が見えてます。でもここは日が差し込みません。マムシグサ、左に落ちないように矢印。まだ新しい植林の道を降りてます。橋を渡ります。冷や汗かいてますね。民家が近いように感じます。山道長く感じてます。右下に道路と電柱見えました。道路です。倉滝山登山道入り口、登山者カウンター、柳川駅に向かいます。窓、車道が下ってます。水 300cc 捨てました。残り 400cc まだ下ってます。あずさだ。2回目の倉滝山も登れました。ありがとうございます。家が増えましたよ。向こうの山は何だったかな。駅の音が聞こえます。今日は雲取山から変更して登ってきました。11月12日山の案内図。橋を渡ります。あ、電車出ちゃった。柳川大橋です。百合のマーク。向こうにも高い山があります。振り返っています。倉滝山は雲の中かな。薄く日が差し込んでます。駅の入り口はどこ。信号のとこ。つわぶき紫式部、そして柳川駅。14時30分駅に咲いてる花。駅の庭。倉滝山入り口案内。30分待ち。冷たいリポビタン。カニ鍋スープだって。買ってしまいました。大道。あっちの方に家が多いように見えます。
倉滝山山頂見えないですね。左下に立野峠。